待たせたな。おっころばん、てめえ一人だけ遅刻だぞ。みんな待ってたんだよ。お祭り、お祭り。どうしよう、俺ちょっと感動してる。お前この前の喧嘩祭り来なかったもんな。よう、バン、俺も来たぜ。おい団長、こりゃどういうことだ。なんでギャラリーがこんなにいんだよ。俺にもわからん。つうか俺が来た時点ですでに盛り上がってたんだ。一体誰が。おい師匠、師匠の仕業か。俺と団長の話聞いてやがったな。せっかくの喧嘩だ、見物人がいた方が盛り上がったの。てめえ、人の喧嘩を勝手に祭りにしやがって。バン様、ホークちゃんを叱らないでください。お二人の話を聞いたホークちゃんがみんなに声をかけたんです。だってホークちゃんにはメリオダス様もバン様も本当に大切な。エリザベスちゃん、みんなまで言わずともいいってことよ。暴力の罪、バン、忘れたか。七つの大罪、七つの掟、その6、団員同士の殺し合いは他の団員が総力を持って止めなければならない。もし貴様と団長殿が本気で殺し合いをするというのであれば、我ら4人が全力で粛清する。んだと。おいマーリン、もっぺん言ってみろ。こら、粛清する。面白え。であれば、せっかくの喧嘩だ、派手に暴れてもらおう。パーフェクトキューブ。おっと、こりゃすげえ。これで二人とも周りに気遣うことなく存分に暴れられるだろう。我々も安心して見物できるし。七つの大罪の団長と団員のガチの喧嘩なんて一生お目にかかれるかどうかわからないぞ。王国を救った英雄同士の激突。燃えるな。王国を救ったのは俺だけどな。バン、負けたら承知しねえぞ。これは見物だぞ、ハウザー。ま、俺はすでに見たけどな。それを言うな。あの二人は聖騎士団の頂点に位置する七つの大罪の中でもとりわけ高い戦闘センスを持つと言われていた。まずい。なんだよギル、ドキドキワクワクが止まらない。はいはい、よかったね。さあ来やがれ団長。そんじゃま、遠慮なく行くぜ。バン、行きます。クスナッチ。これがあなたの本気。トリプルアタック。このガキが。俺とやろうぜ。
オイラの力を見せてあげるよ。もう休んでいいんだ。これが喧嘩祭り。お前泣いてんの？ああ、まあ、ガキの頃から憧れてた二人だからな。すごいよ、やっぱりあの人たちはとんでもない。二人とも何遊んでんの？そうそう、どうせ喧嘩で決着をつけるなら思いっきりガツンと行きなよ。二人ともまだ 13% の力しか出していない。あれで本気じゃないのか。さすがだな。マジかよ。